次松寺は、三重県松阪市にある高野山真言宗の仏教寺委員。三号は、岡寺山であり、通称、岡寺と呼ばれている。本尊は、如意林観世音菩薩。薬除け観音として知られ、毎年3月の初馬大祭は、多くの参拝客で賑わう。自伝によれば、天平15年に、聖武天皇の直願により、 行基が女遺林観音を本尊として、飯高郡石津里に創建したとされる。天平商法2年に大洪水で、道や本尊が流出し、二見ヶ浦に住む三五郎衛門という人物が海中で、本尊を見つける。三五郎衛門は出家し、継松帽子と名乗って寺を再興したという。この、継松帽子の宝号が、次号の由来となる。近世に入って、 現在地に移転したが、その時期については、天正年間に、ガモウジサトが、松坂城を築城する際とも、慶長17年に、松坂藩主、古田茂春によると申される。江戸中期の住職、海流は、藩天寿による法上の母国に協力しており、天寿と信仰のあった、池大河が、伊勢雷流の折には、同時へ登留し書画を残した。江戸後期には、 天寿の足跡を訪ねた、抜きな海翼が一時滞在している。初馬大祭は、毎年3月の初馬の前後3日間に行われ、役年の男女、特に振袖で着飾った19歳の女性で賑わう。参道には、多くの露天が並び、役を引き去るの、語呂合わせから引き去るが、また、役をねじ伏せるの頃から、ねじり起こしが売られる。また、参拝の際には下を向いたり、 後ろを振り返ったりしてはいけないという言い伝えもある。初馬当日には、一般公募の役年の女性がカゴを中心にして、着物姿で、市街地から寺まで練り歩く、吠えカゴ道中行列が行われる。明治時代に始まったもので、第二次世界大戦後は一時と絶えていたが、地元の有志によって、平成21年に復活した。なお、役落としと称して、 ハンカチを境内に落としていく習わしがあるとされ、境内に備え付けられた段ボール箱にハンカチを入れていく人も多いが、次松寺川は公式ホームページで、古くからある習慣ではありませんし、お寺ではお勧めしておりません。としている。2006年の新聞記事では、30年ほど前から見られる風習、と紹介している。同じ三重県にある伊勢市の 松尾観音寺では、当時独特の風習として、初馬大祭の祈祷を受けた帰りに、身につけていたものを一つ落としていくことを、公式ホームページで紹介しており、その中に、ハンカチを例示している。三重県の地名1983、P517、三重県2009、P465、ABCD カメイ2016、 P184AB30 件の地名 1983P516ABC30 件 2009P464 次松寺の歴史次松寺2019年3月17日閲覧三重県 2009P464 から465松阪市観光協初馬祭りポスター完成交通規制図のチラシも見え 伊勢新聞。2019年3月17日閲覧。着物姿の女性ら中心商店街寝る松坂で、ほえかご道中行列。伊勢新聞。2019年3月17日閲覧。着物の袖振り役参り松坂の次松寺60年ぶり。ほえかご行列。中日新聞2009年3月2日付長官。15ページ。住職より、次松寺。 2019年3月17日閲覧。役よけ初日に5万人松坂岡、寺山次松寺で、初馬大祭安まで、中日新聞2006年3月6日付長官、21ページ。役よけ Q&A、松岡門寺。2019年3月14日閲覧。みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財。 情報データベース、憲法着色、普遍延命菩薩像、三重県教育委員会。2019年3月17日閲覧。普遍延命菩薩像、指定文化財市街地区。松阪市。2019年3月17日閲覧。みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財、情報データベース、資本着色、蘇我昇白室、雪山童子の図。 三重県教育委員会。2019年3月17日閲覧。資本着色。蘇我昇白室雪山道士の図。指定文化財市街地区。松阪市。2019年3月17日閲覧。杉松寺書院。指定文化財市街地区。松阪市。2019年3月17日閲覧。杉松寺主郎。指定文化財市街地区。 松坂市、2019年3月17日閲覧。同章辻越後守る住主作、指定文化財市街地区。松坂市、2019年3月17日閲覧。同西郷路名観点住所、指定文化財市街地区。松坂市、2019年3月17日閲覧。同灯老辻越後守る住主作、指定文化財市街地区。 松坂市、2019年3月17日閲覧。憲本着色料解んだらず、指定文化財市街地区。松坂市、2019年3月17日閲覧。岡寺番州長半疑並びに関係資料、指定文化財市街地区。松坂市、2019年3月17日閲覧。ありがとうございます。